はい、どうもー、えー。やばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証でございます。お疲れ様です。サンキューベッド結果報告です。本日は3ベッド2719円のプラスでした。全米オープンもベスト8が決まりだし、試合数も少なくなってきたので無理せず3ベッドで終わらせましたということでございます。お疲れ様です。はい。で、えっと、いただいたのが、えー、これですね。1、2、3。終了です。3ベッド3。 だから3ベット3勝 ?3 試合3勝ですね。素晴らしいと思います。はい。で、前回ですね、あの、撮った動画で、まあ、あの、見解、その、勝てない人うーん、ブックメーカーで勝てない人の対して見解をちょっと僕のお話ししたので、あの、もしよかったら聞いてみてください。お前、あの、ブックメーカーやってないで偉そうなこと言うなよって話なんですけど、うん、まあ、ただしね、僕はあのー、今まで、 投資系の商品もたくさん売ってきて、お客さんも見てきたんですけど、まあ、勝てる人と勝てない人の違い。まあ、稼げる人と稼げない人の違いと、勝てる、まあ、投資で勝てる人と勝てない人の違い。うん。まあ、見てきたんで、もう何千人も見てきてますよ。うん。投資系の商品もな何千個売ってきてますから、もっと、うん、うん。何万売ってきてますね。まあ、その中でお客さん見てきましたし、セミナーも開催して、お客さんの、うん。 あれも見てきたんで直接。そう。で、あと今、投資家の中村さん、FX やられてる4000万ぐらい運用してる投資家の中村さんと、今、他の別チャンネルですけど、マスターマインドっていう YouTube チャンネルで、この前ちょっと収録したんですけど、まあそれでも、まあ実際勝ってる投資家さんの方と、まあ繋がってて、僕はいろいろともうお話もしてるし、まあその YouTube チャンネルもやってますから、うん だから、周りにね、だからその人の、中村さんは去年、まあ運用もしてたんですけど、マックスで運用額1億です。だから、周りに、その、周りにですよ、投資家の、投資やってる方で運用1億ぐらいやってた人いてるんだったら、まあその人の話聞けばいいと思うんですけど、まあ少なくても、まあ、僕はそういう人がなんでじゃあそれ勝てるのかっていうのは、直接聞いてるわけじゃないですか。うん。で、見てきたし、売ってきたし、うん。 なんかやってるとかやってないとかは、僕関係ないんじゃないかなと。例えば、青山学院の、なんだろうな、青山学院の4連覇、今回何、箱根で4連覇し,たしましたけど、青山学院の先生ってサラリーマンじゃないですか、元々駅伝してたのかと。なんか、なんか、陸上でめちゃめちゃすげえ選手だったのかっていうわけではないですよね。サラリーマンから青山学院の先生になって、今本も出てますけど、関係ないですよね、別に。うん。なんか、関係ないと思うんですよ。 だからそこはまあそうは言ってもねお前やってねえのに偉そうなこと言うなって言われたらそれまでですけど、まあ、僕は関係ないんじゃないかなと本質は一緒ですから本質は一緒本質はもう変わらないですよ、まあ、結局マインドなんですけどねマインドが大事ですけど、うん、はいということで、えーまあ、前回の僕の見解っていうのはちょっとお話しさせていただいたんでもしブックメーカーで勝ててない人がいるんであるならばあのぜひ見解の前回の動画を見てみてください ではですね、えー、今回は2719円というプラスで終わっております。では、ご視聴ありがとうございました。